ビションミヤ。ビションミヤ。じゃあやってみた。何やねん社長。吉田さん。一番初めに浜松の自主トレに参加させていただいたときに真の衝撃というのは今でも鮮明に覚えてまして、まあ、パワーとスピードっていうのはその当時僕も若かったんで自信あったんですけど、その吉尾さんの走りとバッティング見た瞬間、この人には一生勝てないなと思ったのは今でも本当に記憶に残っています。本当に野球選手としての理想像というのが本当憧れの存在です。ずっと人としても本当に優しくて、まあ誰にでも対等にというか優しく接してくださっているのは本当昔から今ずっと変わらないので、自分もそういう大人になりたいなと、本当野球選手としても人としての、自分の理想像です。これから、引退されて筋トレたくさんされると思いますので、また筋トレの方法を教えてください。まずはゆっくり体を休ませてあげてください。お疲れ様でした。1年目のオフに自主トレで初めて受け入れてくださって、本当に優しく今まで接してくださってありがとうございます。印象に残っていることといえば、一緒にトレーニングしながらウェイトトレーニングをしている中で、僕たちが必死に上げている中、その倍ぐらいの数を考えてみたのが本当に印象に残っています。これからは少しゆっくり休んで、またもうこれからはインコースをさばかなくていいと思いますので、目いっぱい大胸筋を鍛えてください。本当にお疲れ様でした。19年間ですが、本当にここまで、頑張ってきたなというふうに思います。まあ、怪我も多くて、まあ、それを隠しながら、本当に全力で取り組む姿勢、また、まあ、素直な心を持っています。また天然のキャラというのもですね、ファンの多くのファンの方に愛される理由だったんじゃないかなというふうに思います。まあ、とにかく、少し休んでですね、また次のステップ、これからも野球界のために頑張ってください。どっかでまたお会いしましょう。本当に19年間お疲れ様でした。日本ハムピッチャーとして入団して、それから野手に転向して、大変だと思います。時々サインミスもあり、アウトカウントを間違えたり、ボールカウントを間違えたりとそういうこともありましたけど、みんなから逆手のタイプの性格で、本当にここまで、長くやってこれたというふうに思っています。6年連続3割を打ったり、ジャパンのメンバーに入ったり、本当にお疲れ様でした。最後阪神タイガースというね、素晴らしいチームで、終わることができて、本当に各選手の功績というのは大きいなと思います。これからは3位を終わらなくても大丈夫だという解説者として、あるいは野球に携わる仕事をしながらですね、野球をもっともっと広げて頑張ってほしいなというふうに思っております。本当に楽しい時間をしたけども、ありがとうございました。これまで頑張ってください。Oh!
っていただければ嬉しいです。コーチなのか、YouTuber なのか、皆様からも本当に期待しています。本当にお疲れ様でした。伊藤選手とは同級生、同期ということもありますので、吉尾呼ばせてもらいますが、吉尾と最初に、ね、対戦したり知ったというのはシャム時代にピッチャーとして、対戦しているみたいなんですけど、そこでホームラン打ったということを、吉尾が言われたんですけど、実際それもよく覚えてません。申し訳ないです。一緒にプレーしたのは本当に2013年の WBC の時で、その後阪神でも一緒にプレーしましたが、ファンの方だけでなく、選手一緒にやってる選手も、驚くぐらいの、プレースタイル、身体能力、そういうものをたくさん見せてもらいました。もう今でも本当に今日ね、やめた今でも伊藤、選手の吉尾の、プレーっていうのは前に残ってます。現役生活ね、まだ、今日の試合で終わるということなんですけど、終わる前に、YouTube を、ね、始めちゃう、ここら辺が面白いらしいなと思います。これから第二の人生が始まりますが、吉尾らしく、ファンの皆さんに、いろんなことを伝えて、その後は、一緒に野球界に親しんでいくように頑張っていきましょう。19年間、お疲れ様でした。選手中2020年前に吉尾と4年間一緒に行ってまして、させていただきまして、本当に、楽しかった思い出の方が強いです。僕自身も今年で、ユニフォームを脱ぎますが、その際にも、吉尾が僕にお疲れ様でしたとご連絡をくれて、その中で、僕も辞めますという連絡で、なんか吉尾らしいなと、そういう連絡をもらっている吉尾らしいなと思いました。本当にね、まだまだ僕の中では吉尾はできると思ってましたけども、これは吉尾自身が決めたことなので、お互いユニフォームは脱ぎますが、またどこかでゆっくりといろいろ昔話ができたらなと思います。本当に